とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はね、新しくゲットした装備、使っていきます。これ、レッドスネーク黄金です。黄金スキルがマルチショット。いいよね。で、エンチャントで、スーパーチャージと、オーバーチャージ、です。この二つがついたんで、火力は、あるのかな？で、ここがさ、ちょっと微妙かなと思うんだよね。特に、装備したいやつないし、ここは開けときます。はい。で、実際ね、ダメージが、結構ね、矢によって変わったのよね。ダメージが変わるの。まず、ノーマルの、矢、打ちます。オーバーチャージして打つね。まずノーマルが、これです。あ、わかりづらわかりづらい。いきます。わかりづらい。マルチショットが出るからわかりづらい。もう一回いくよ。はい。1300万ね。で、雷、打ちます。雷は、500万ぐらい。うん、550万だね。550万に、雷のダメージが、5000万、50万ぐらいか。うん、いまいちなのよね。で、炎になると若干、ダメージが上がります。うん、炎で撃つと、1300万、1400万だね。ダメージを与えれます。うん、炎はなかなか、合うみたい。そしてね、注目したいのはこの森。森を打ち込むと、なんとダメージ、3300万。すごくない？森の時だけ、ダメージが3300万出るのよ。しかもこの森は、貫通がついてるので、これやたら使える気がするんだよね。うん。3000万って、どうだろう？巨大ボスに打つと、かなりダメージいくんじゃない？で、しかもマルチショットだったら、もっと出るでしょ。これは、やばい気がする。ということで、森を装備して、ここで試してみます。はてなはてなはてな。行きましょう。では、この編成で行きます。キノコ、エリクサーのカバン、森、です。さっき3300万だったけども、これ、力ポーション、飲むと、え？倍になる？ちょっと試してみようか。いきます。いや、ならないぞ。え？ん？なんかダメージがさ、ばらつきがない？ 3700 万いったり、1800万だったり。あ、なんかダメージがばらけるぞ。あ、切れた。いやー、どうなのこれ。若干微妙な気もするんだけども、おい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 。いや、ここでこそ打つべきでしょう。いけ。どう？あ、待てこれきつい。いけ。あれ？おい、確かに貫通しては飛んでいくんだけどね。え、これ強いか？ちょっと待って待って待って。これは、なんかすごいイマイチな気がするぞ。あー、もうきつい。きつすぎるよ、これ。いかん。これはいかん。いやー、ちょっとオーバーチャージこれ使えないぞ。隙がでかすぎる。確かに、一発一発は強いのよ。森の矢筒がついてなんとかっていう感じだね。通常だったらば、ま、運用するなら貫通が欲しい。うん、貫通これいるわ。ああ、きつい。
めちゃくちゃきつい。ちょっと待って、なんかもうちょっとこうサクッて倒したいところを見せたいな。いけ、あー当たって5、6体か。あ、いけ、うーん、どうなのこれ。実際今のところ微妙すぎる、めちゃくちゃ微妙。まあまあまあ、ちょっとボスに使ってみようよ。ボスでなんか威力をね発揮するのであればいいよね。ワンパンとかするような威力だったらいいからね。と、なんか完全に貫通するわけじゃないから微妙だな。いや貫通するにはするんだよな。あれ、まあまあとりあえずボス行こう。ボス到着。まあ、この力ポーションは特に関係ないからいいか。まあまあ近距離から撃ってがっつりダメージ与えれればだいぶいいからね。いけ、そんなもん。あ、まあまあマルチショットが出れば結構減らせるかな。いやーこいつはよくねえぞああ、なんか思ったほどダメージが出せる装備じゃないね。そうね、弱くはないけどすっごい微妙な感じ。実際使うかって言われたら使わないと思う。はい、今日はねこのレッドスネーク黄金出たので使ってみました。スーパーチャージ、オーバーチャージをつけてやってみたけど、これは微妙だな。微妙。もしかすると、ロールの後に3秒間チャージショットが出るってやつ、ああいうやつをつけていくと、もっと使い勝手がいいのかもしんないけど、現状これではね、全然ダメ。話にならない感じです。はい。まあまあ、もしも使うのであれば、これね、森の矢筒と一緒に使うとダメージはかなり出せるので、まあこれはおすすめします。まあただ、そんなめちゃくちゃいい装備っていうわけじゃないので注意してください。はい。ということで、またやっていくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。